数々のドラマを生んだカタールワールドカップ。その中でも日本代表のゴールは最高の感動を与えてくれました。サッカーは他のスポーツに比べると得点が入りにくい分、ゴールが入った時の感動は鳥肌ものです。そこで今回は、好評だった第2弾に引き続き、第3弾日本代表ベストゴール6選を紹介します。カタール大会のあのゴールはもちろん、少し懐かしいジーコジャパン、岡田ジャパン時代のゴールも選出しています。ぜひ最後までお楽しみください。まずは最近サッカーを見始めた人には馴染みがない選手かもしれませんが、2004年アジアカップ準決勝バーレン戦の玉田圭司のゴールを紹介します。第1弾で紹介しましたが、玉田は2006年のドイツワールドカップでサッカー王国ブラジル相手に伝説的な先制ゴールを決めたフォワードです。そんな玉田の素晴らしいゴールをもう一つ紹介します。舞台は2004年のアジアカップ、準々決勝で伝説的な PK 戦の末にヨルダンを下した日本の相手はバーレーンです。日本は序盤にバーレーンに先制を許すも、その後は日本がペースを取り戻しますが、39分には主審の意味不明なジャッジでガチャピン遠藤がまさかの一発退場。レッドカードを提示された遠藤はさすがに納得がいかず、当時は単発だったこともあって少しチンピラ感が溢れ出ていてじわります。非常に苦しい展開でしたが、後半立ち上がりにコーナーキックから中田浩二が同点弾。さらに54分には玉田が得意のニア上ぶち抜き弾丸シュートで逆転。このシュートも非常に美しいですが、個人的ベストゴールがもう少し後に出てきます。逆転した日本でしたが、71分には自陣で不用意なリフティングからのエナジョコパスを相手にカットされて再び同点に追いつかれ、85分にはバーレーンのカウンター炸裂で再逆転。非常に厳しい状況ですが、90分に中澤が圧倒的な毛量を生かした魂のヘディングで値千金の同点ゴール。試合は3対3で延長戦に突入し、延長3分の出来事でした。前線の玉田をターゲットに自陣後方からのロングパスが出されます。玉田は相手一人を背負った状態でしたが、絶妙な体の使い方で相手選手と入れ替わって前を向くと、前に出てきた川野選手の裏を取って抜け出します。3人目の相手がすかさず寄せてきますが、圧倒的なスピードで体を前にねじ込んで吹き飛ばし、最後はゴールキーパーとの1対1を冷静に沈めて逆転。ハーフラインから単独で怒涛の3人抜き。実はこのゴール、自分がサッカーにハマったきっかけのゴールです。最近サッカーを見始めたという人は、昔の試合も面白いのでぜひ一度見てみてください。森保監督の采配や試合の展開を先読みする戦術眼、サッカー未経験者にも非常に分かりやすい解説、忖度なしで自分の意見を述べるストレートさ、寺川アナとの相性の良さなど、ある意味でカタール大会で最も評価を上げた圭介本田。本田は現在は代表を引退して解説や経営者として活躍していますが、選手時代はワールドカップ3大会連続でゴールとアシスト両方を記録した日本の大エースでした。そんな本田の伝説が始まったのが南アフリカワールドカップ。岡田監督の守備的な戦術により、それまで経験のなかったワントップに抜擢されますが、フィジカルの強さを生かしたボールキープや高精度のキックで日本の攻撃を牽引。初戦のカメルーン戦では松井大輔のクロスから貴重な先制ゴールを決め、これが決勝点となって1対0での勝利に貢献。続くオランダ戦では0対1で敗れ、決勝トーナメント進出は第3節のデンマーク戦に委ねられました。そして0対0で迎えた16分、右サイドでフリーキックのチャンスを得ます。直接狙うには角度的にも距離的にも厳しい位置ですが、キッカーの本田は下がれ、もっと下がれと叫びながら手でジェスチャー。どうやら直接狙う様子です。そして本田の左足から放たれたのは得意の無回転ブレ球シュート。ほとんど回転がかかっていないボールは不規則に変化し、ゴールキーパーの腕をすり抜けて枠に吸い込まれました。この伝説的なゴールが決まった背景としては、会場の標高が高くボールが伸びやすかったことや、空中での変化量が多いジャブラニというボールの特性もあります。しかしこの状況でシュートを選択し決めてしまう技術と度胸はさすが圭介本田。当チャンネルでは無意識ハンドやドンキー下アピ、キヨキヨ圭介など様々な本田ネタを紹介していますが、選手としての実力は本物です。現役時代のプレーを見たことない人はぜひ見てみてください。今後は解説や監督業で日本サッカー界に貢献してほしいですね。続いてはザックジャパン時代の圭介本田の相棒、香川真司のスーパーゴールを紹介します。舞台はコンフェデレーションズカップ2013のイタリア戦。当時のイタリアは圧倒的なキック精度と戦術眼を持つ世界的司令塔アンドレア・ピロロ擁する超強豪です。しかし日本は19分、
川島のゴールキックを処理した相手ディフェンダーの中途半端なバックパスを狙って岡崎が爆走。そのままゴールキーパーブッフォンに突撃して地面に倒れ込み、貴重な PK を獲得します。これを本田が冷静に沈めて先制、日本に勢いをもたらします。そして32分、相手のクリアボールを日本代表の片桐入りさんこと今野康之が再度前線に蹴り込むと、相手選手2人がバッティングしてボールは運よく香川の元にこぼれます。しかしボールは香川の後方にあるため、シュートは打てないですし、トラップすれば相手に寄せられてしまいます。そこで香川は体を反転させ、振り向きざまに左足一閃、浮いているボールに完璧なタイミングで合わせ、ゴール右隅に突き刺す芸術的なボレーシュート。シュートのタイミングとコースが絶妙すぎて、世界的ゴールキーパーのブッフォンですら一歩も動けませんでした。香川のボディバランスと逆足のキック精度が高すぎます。ザック・ジャパン自体を象徴するゴールの一つです。最終的に3対4と逆転負けしてしまいますが、強豪国とも互角に打ち合う攻撃的なサッカーがザック・ジャパン最大の魅力です。森保監督は守備を重視する監督なので、安定感はありますが、爆発力には少し欠ける印象です。エキサイティングな試合を楽しみたい方は、この時代の試合を見てみるのもおすすめです。最近は試合中にパンツを上げすぎて、もはやノーパンのため、大迫入ってないってが一部の神戸ファンで話題になっている大迫勇也。カタール大会は惜しくもメンバー外となりましたが、ボックス内でのフィニッシュやポストプレーの技術は一級品です。しかし今回の主役はゴールを決めた大迫ではなく、日本代表の喧嘩番長、南井。最近はパフォーマンスの低下から10番にふさわしくないなどの批判も見られる南野ですが、森保ジャパン発足直後のプレーのキレイには目を見張るものがありました。そんな南野らしいスーパープレーが見られるのが、2019アジアカップ準決勝のイラン戦。イランはエースである悪童アズムンを擁しており、日本戦までは無失点で準決勝まで勝ち進んできた強豪です。日本は前半からアズムンに苦しめられますが、ディフェンダーやゴールキーパーの奮闘もあり、無失点で試合を折り返します。そして55分の出来事です。縦パスを受けた大迫が得意の形でためを作って、裏に抜ける南野にスルーパス。これにイランのディフェンダーが反応してカバー。南野は地面に倒れ込みます。一心にノーファールのアピールをするイランの選手たちですが、一切アピールもせず立ち上がってボールを懸命に追いかけたのが南井の。主審は笛を吹いておらず、プレーは続いていたのです。そしてコーナー付近でボールに追いついた南野は、ゴール前を確認し、大迫にピンポイントのクロス。これを大迫がしっかり決めて先制。イランの選手は主審のアピールで足を止めたため、大迫のマークに間に合いませんでした。笛が鳴るまではプレーを止めないというのは、サッカー経験者なら一度は監督に言われたことがあるセリフだと思いますが、ここではその精神が勝負を分けました。大迫は見事なポストプレーとヘディングでしたし、何よりこの時代の南野は勢いがあって本当にかっこよかったです。この時代のキレを取り戻して、日本のエースとして返り咲いてほしいですね。続いては皆さんお待ちかね、今大会で生まれたスーパーゴールを紹介します。最低でも引き分け、確実に突破するには勝利が必要なグループステージ第3節のスペイン戦。日本は前半に QBK で有名な柳沢敦史こと諸田のゴールで1点をリードされている絶望的な状況です。しかし、この状況を打開したのが久保と交代で後半から投入された楽天カードマン堂安。後半立ち上がり48分に試合が動きます。スペインゴールキーパーシモンへのバックパスに反応して、最前線の前田大然が猛スピードでプレス。シモンは冷静に大然をかわして右センターバックロドリにパスを出しますが、ここは鎌田が猛プレス。ロドリは右サイドバックカルバハルにつなぎますが、その瞬間左ウィングバックの三笘がスピードを上げて前を向かせません。さらには鎌田と挟み込んで積極的にボールを奪いに行きます。カルバハルはなんとかロドリにボールを下げますが、ここでロドリがクリアしなかったのが、いい意味でも悪い意味でもスペインらしいところです。ロドリは三笘のプレスを受けながらも、中を向いて再びシモンにバックパス。これにスプリント王が再びプレスをかけ、このプレスに連動してボランチの田中碧や森田も高い位置を取ってショートパスを封じます。苦しいシモンは浮き球のパスでなんとか左サイドバックのバルデンにつなぎますが、自身のマークを捨てて右ウィングバックの伊東純也が特攻。こぼれたボールを堂安が回収し、絶妙なタッチでペドリをかわすと、ペナルティエリア外から豪快なミドルシュート。恐ろしく速いシュートはゴールキーパーシモンのセーブを弾き飛ばし、ゴールに突き刺さりました。堂安はこのシュートを振り返って、あそこは俺のコースなので、あそこで持てば絶対打つと決めていたので、思い切って打ちました。とコメントしていましたが、あの1回で決め切ってしまうメンタルがすごすぎます。
まだ若いですが、すでに技術、メンタル両面で高い完成度を誇る堂安。今後が非常に楽しみな選手の一人です。堂安のスーパーミドルで勢いを取り戻した日本ですが、このまま1対1で試合を終えると、決勝トーナメント進出の運命は、同時刻に開催しているドイツ対コスタリカ戦の結果に委ねられます。加えて、実力差的にはドイツがコスタリカに快勝する可能性が高いことを考えると、日本はスペインからもう一点欲しい状況です。しかし、実際はそんなことを考えている間もなく、その瞬間は訪れました。堂安のゴールからわずか3分後の後半6分、右サイドでボールを持った伊東純也が田中碧に斜めのパスを入れると、そこから堂安に展開。堂安はボールを縦に運んで相手ディフェンダーの股を抜くクロスを上げます。ゴールキーパーとディフェンスラインの間を狙った完璧なクロスでしたが、飛び込んだ大然はわずかに届かずボールは流れますが、諦めずに全速力で走り続けたのが三笘。三笘は全速力で走りながら利き足と逆の左足で、しかも邪魔な大然を避けるためにボールを浮かして折り返すファインプレー。そして三笘の折り返しを信じてゴール前に走り込んでいたのが田中碧。三笘のクロスを執念で押し込んで最高の逆転ゴールを決めました。しかし、なかなかゴールは認められず、ビデオ判定が続いています。自分は正直出たと思って少し諦め気味でしたが、2分ほどの判定の後、ゴールが認められました。三笘の折り返したボールはラインにわずか1ミリほどかかっており、奇跡的にラインを割っていなかったのです。三笘のスピードと諦めない心が生んだ奇跡のゴールです。そして日本はこの1点のリードを守り切って見事な逆転勝利。VAR 導入以前だったら確実にノーゴールになっていたと思います。これほど VAR に感謝した試合はありません。諦めないことの重要性を教えてくれる素晴らしいゴールです。今回は第3弾日本代表ベストゴール6選を紹介しました。カタールワールドカップで日本は合計5ゴールを記録しました。いずれも素晴らしいゴールでしたが、今回は個人的に特に好きな2ゴールを選出しました。また、ワールドカップがきっかけで最近サッカーを見始めた人向けに少し昔のゴールも紹介しました。日本代表の名試合は他にもあるので、ぜひいろいろな試合を見てみてほしいです。完全に余談ですが、ついに前田大然を辞書登録したので、前田大自然と入力して字を消す手間がなくなりました。便利なので、皆さんも大然の登録をお願いします。それではまた。